こんばんは。見えてますか？聞こえてますか？今夜も始まりました。川野麻里奈の弾き語り、ネクストバッターズサークル。キャー。見えてますでしょうか？はい。今回はお仕事の都合で生放送ではなく収録なんですが、ゲストもお迎えして楽しくトークを繰り広げていきたいと思うので、皆さん楽しんでください。コメントもチェックするのでいっぱいください。多分リアルタイムで私も見てると思います。よろしくお願いします。はい、ではまず今週はこのコーナーからいきたいと思います。はい、マリナ流今週の野球ニュース。これはもう皆さん想像がついていると思いますが、私の頭の中はもう WBC でいっぱいです。で、主にそう、今この時点では日本対キューバ戦2次ラウンドが開催されるというような状況で、先日4時間半以上にわたるオランダ対日本の熱戦が終わった直後で、私はもう興奮しています。私の頭の中がもうバレンティン様でいっぱいで、私のカメラロールもなぜかのなんだっけ、あれテレビでバレンティンをずっと見ていて、でなぜかバレンティンをテレビ越しにすごいいっぱい写真に撮っていたので、カメラロールもバレンティンで一色みたいな状態に今なっています。コメントがないとめっちゃ不安。コメントないの不安。はい、そうですね、日本で今注目して見てほしいなと私的に思うのが、この前ちょっと出てきて、この前はちょっと打たれてしまったりしたんですけど、宮西選手という日ハムに所属されているピッチャーがいるんですけど、宮西選手が私の大学の先輩なので、ぜひみんな一緒に応援してください。全然知り合いでも何でもないんですけど、ただのファンなんですけど、一緒に応援したいなと思いました。あと注目したいのが、バレンティン様もそうなんですけど、他の、外国のチームにも日本のプロ野球で活躍している外国人選手がたくさんこう母国で活躍されているのが注目だなと思っていて、バレンティン様はオランダ代表で活躍していて、で今日戦うキューバ代表には、千葉ロッテマリーンズのデスパイネ選手、デスパいいねでおなじみのデスパイネ選手がいて、でメキシコ代表には日ハムのレアード選手がいます。レアード選手はいつもホームラン打ったらこうやって寿司を握るポーズをする寿司職人と呼ばれている可愛らしい外国人の選手なんですけど、先日スリーランホームラン打って WBC でも、しかもメキシコ代表の中でもこうやって寿司を握るポーズをしたっていう、感動して私はもう泣きそうでした。そんな日本愛を持ったレアード選手をなんか応援していいのか分かんないけど、応援したくなるので、また私のツイッター荒れると思うので一緒に応援してください。でなんかすごい長くなっちゃってるんですけど、もう一つ伝えたいのが、オランダ戦、4時間半にわたったオランダ戦の中で私の中で一番かっこよかったシーンがあって、それが、千賀投手というホークスに所属している投手なんですけど、千賀投手がバレンティン様相手に、三振を奪った瞬間なんですけど、もうピンチから多分ノーアウトでピンチだったところを最初打ち取って、で2人目バレンティン様を打ち取って、その時なんかガッツポーズをするでもなく三振取った瞬間って、ツーアウトだよみたいな、で真顔でやったのがすごいかっこよかったんですよ。喜ぶわけでもなく今ツーアウトだからみたいな、その冷静さがすごいエモいなと思いました。もう多分野球ニュースが入りきらないので、これからもいっぱいメモを取ってお送りしていきたいと思いますので、今回はこの辺で早速1曲目に行きたいと思います。よし、この曲は前からずっと歌詞が大好きで、
満を持して届けようと思った曲です。みんな大好きスピッツさんの曲です。聴いてください、スピッツさんのスターゲイザー。の予定パチパチがないと不安、めっちゃ来てるかなパチパチ。この曲は高校の時に知って、多分高校の時に知ってずっと好きだったので、で歌詞の中に一度きりの薪を投げ込むっていう歌詞があるので、多分好きなんだろうなって思います。でこの放送が、3月23日に放送ということで、ディアステージウィークがもう真っ只中で中盤に差し掛かっているところですよね。皆さん見てくれましたか、私のオールスターズでの勇姿。全然まだ決めてないけど、そのどんな勇姿見せるか。で2日後にはついに25日には私のワンマンライブも開催される、いよいよな自分だと思うので、
皆さんどうですか、楽しみにしてくれてますか。土曜日の夜、見に来やすい時間ですが、スケジュール書いてくれてますかね。最近、あ、これですね、最近、バンドでリハにも入りまして、すごい、一言で言うとめっちゃかっこいいです。リハの時の写真がツイッターにちょっと載せたやつなんですけど、撮りまして、めっちゃ盗撮なんですけど、こんな感じでお送りします。皆さん優しくてすごいドラマチックなサウンドになっていて、結構リハの時の、まだこれから完成していくっていう段階のリハでもすごいかっこよくて、こううるってなる瞬間があるぐらい歌ってて、そんな状態になってるので楽しみにしてください。あと打順と呼んでいるセットリストも、多分今回限りだろうなっていうような曲も入れているし、特別なびっくりカバープロジェクトの一部として一曲入れていたりとか、すごい楽しいことを準備しています。で、中でも、新曲を実は準備していて、それがすごくかっこいいんですよ。で、前のニコ生でもお話ししたんですけど、実は私が作詞をさせていただくことになっています。で、リハまでに一回この歌詞でいくってギリギリまで考えて決めたんですけど、なんとリハ後のこの収録の前日の夜に、やっぱこの歌詞こうした方がいいかもなとか思って歌詞を変えたりとか、結構ギリギリまで悩んでいます。どんな感じの歌詞がいいんだろう。私が好きな歌詞を真似たらいいんだよとか、なんか景色が感じられる歌詞がいいんだよとか、いろんななんかこう教科書的な知識はいっぱい得るんですけど、実際書くのがめっちゃ難しくて、なんかこの前ジャパングルーヴさんでご一緒させていただいたディアステージの同じ事務所の大木ゆりねちゃんとか、すごい作詞作曲していて、もうほんとすごいなって、めっちゃ改めて尊敬をします、書いてると。でも、いっぱい書き直すってことはそれだけ伝えたいことがあって、で、伝えたいことは今までも4年間の活動の中であったんですけど、あるけど全く書けないみたいな、全く筆が進まないみたいな状態が4年続いたのに、今はなんか進みすぎてどれを選んだりかわからないみたいな状態になってるので、ちょっと川野選手進歩したんじゃないかなって思っているので、楽しみにしててください。よし。で、そう、新衣装も実は準備中なので楽しみにしててください。ちょっと今日写真を見て、フィッティングとかもこれからするんですけど、めっちゃ可愛いと思います。すごい可愛い、早く見せたい、早く言いたい。写真いっぱい撮るんで楽しみにしててください。で、グッズも、ブロマイドなど新しいグッズ、まだ発表してないグッズもあるので、ぜひゲットしてください。よし。あ、そうだ、ん？そっか、あさってなので、そうですね、私23日どんな気持ちでいるんだろう。でもきっと舞台のお稽古とかいろいろしてて、あわわわわってなってるのかな、頑張っている頃だと思うので、ふう、頑張れ、23日の自分頑張れって感じです。よし、じゃあ次の曲いこうかな、いいですかね。よし、次の曲は、原曲が最近早くも別のアーティストさんにカバーされた曲で、作詞か作曲、作詞作曲どちらかが、東京事変の亀田誠二さんが作詞か作曲かされている曲ですね。よし、では心を込めて歌いたいと思います。聴いてください。ジジュさんの優しさで溢れるように。
優しさで溢れるようにでした。パチ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 、ありがとうございます。ふう、いい曲。そうですね、この曲はもう選んだ理由はいい曲だからという一言に尽きる、そんな一曲です。なんでこんないい歌詞が書けるんだろうな、すごいな。あ、そういえばなんか、好きな歌詞を真似したらいいよって言われて、私が好きな一番リスペクトする作詞家というよりはもうアーティスト、作詞作曲で自分も演奏もされている方で一番尊敬しているのがザ・ピローズというバンドの山中沙和夫さんなんですけど、まあ
尊敬して真似だからといって絶対来世になってもあんな素敵な歌詞は書けないと思うんですけど、でもなんかすごい好き でなぜ好きかというと、なんかもうパッと情景が思い浮かぶし、なんか曲を聴いてるだけで物語を読んでるみたいな、小説読んでるみたいな気持ちになるんで本当にすごいなと思うんですよ。で個人的にすごい好きなのが、沢尾さん結構あの舞台にお酒を飲んで上がったりとか、オラオラみたいな感じでこう先輩になんか俺の方が売れてるからみたいな感じでちょけて言ったりとか、そういうやんちゃな方なんですけど、なんかラブソングの時には必ずと言っていいほど一人称が僕なところがすごい可愛い、私の大好きなところです。ピローズさんのラブソングはもう全部可愛くてめっちゃ好きなんですよ。でマイガールっていう曲があって、サビがもうずっと一つというか一節の歌詞で全部成り立ってるんですけど、マイガール、カムバックトゥーミー、カムバックトゥーミーっていう歌詞だけでサビがもう全部ほとんど成り立っているのにめちゃくちゃかっこいい曲なんですよ。で歌詞をなんかこの放送を見た後に見てほしいなと、聞いてほしいなって思うんですけど、なんかあんな風に思われる女の子になりたいなっていう理想のガール像が詰まっている曲です。で次の曲で、今回あの最高のゲストさんをお呼びしているので最後の曲になるんですけど、次の曲を選んだ理由を先にお伝えすると、まずアーティストさん椎名林檎さんの曲なんですけど、椎名林檎さんが高校の時からもうずっと見てくださっている方はもうご存知かもしれないんですけど、ずっと椎名林檎さんと東京事変さんが好きで、でなんかよく高校の時と大学の時と軽音バンドを組んでいて、その時によくカバーしていたので、なんかカラオケでもよく歌うし、ぜひ届けたいと思って準備してきた曲です。もう行こうかな。これ何歳の時に書いた歌詞なんだろう、やべえ、多分80歳になってもこんな歌詞書けないな私。よし、そしたら行って大丈夫ですかね。では早速行きたいと思います。よし、ふう、気合を入れよう。では聞いてください、椎名林檎さんの本能。
ました。椎名林檎さんの本能でした。ありがとうございます。パチパチパチ。うわぁ、かっこいいこの曲。ありがとうございます。それでは、お待ちかねのゲストさんをお呼びしたいと思います。では、お呼びします。雛形ういちゃんと前川美也子ちゃんです。いやぁ、よろしくお願いします。すごい、ずっと横で見られてたからめっちゃ緊張した、ね、いつも以上に緊張した上質な時間をありがとうございます感動した。やばい、本当ですか、本当ですかとか言っちゃった。本当にすごい、やばい、ありがたいです。え、ありがたい、そんな初めて言われたディアステージの私の推しメンです。あ、イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やった。あ、自己紹介した方がいいですかね。そうですね、じゃあお願いします。はい、はい、私前川美也子と、はい、呼ばれて飛び出てあなたの心にいつもいる雛形ういです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてやった。しかも噛んだ、初めてやった。しょっぱなしょっぱなからダメだダメだダメだ、あなたの心にいつもいるいつもいる。やばい、面白い、はい、そう、今日お呼びしたのも、お呼びしたのも、今度3月29日からの舞台サイレントメビウスでご一緒させてもらうということでお呼びしました。はい、はい、それだけじゃないんですけどね、そのビジネスな感じで呼んでるじゃないですか。もちろんそうで、なんかさっき話してたんですけど、私あの今タメ口キャンペーンをしてて、あ、うん、そう、タメ口がすごいあの世界で一番苦手なので、うん、でも多分タメ口を言わないで敬語ばっか喋ってるから友達できないんだと思った私は、ね、最近タメ口キャンペーンを始めましたので、よろしく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 、おろ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 。では今日はたっぷりサイレントメビウスの話もしたいなと思います。はい、今絶賛稽古中ということ で、 そうです、ね、私はシーンソンディモっていうあの歌うヨーマの、うん、ヨーマと書いてルシファーホークと読むヨーマの役なんですけど、二人はどんな役なんでしょうか。私はアンジェラ・サントスっていう役で、アンプのなぜ笑う、いやいやサポートチームで、あのサポートする、戦うのサポートするっていう、うんうんうん、で彼女も同じくね。でもそれ以上はちょっと説明はしてくれない。あ、説明していただいて、アスカ・アカネさんという役で、はい、そうですね、アンプの同じくねサポートチームの、はい、うんうん、結構セコンドチームっていう、うん、あのチームになってて、もともといるオリジナルじゃない原作にいるキャラクターが戦うんですけど、そうじゃなくてそのアンプメンバーをサポートするセコンドチームっていうチーム、うん、オリジナルキャラクターなんですよ、うん、はい、全員今回オリジナルですね。オリジナル、原作にはいない。そう、難しくない、オリジナル。オリジナル確かに、 どうやって作るの、なんか幅がもう自由すぎてなんかどんなキャラでも、そうだ、ね、自由だから、逆にこうこれが正解なのか、うん、これが正解なのか、うん、でも正解ないし、うん、みたいな感じで結構戸惑うというか。でも結構ね、みんな濃厚なキャラに仕上がってて、それは間違いないいるような気がします、ね、セコンドはね特に、はい、ちょっとね、うん、マリナちゃんはなんかあの 、うん、敵チームがめちゃめちゃかっこよくて、かっこいい、でなんかすごい、あの言えない、言えないけど、ネタバレしすごいいいキャラで、本当に劇場で劇場で胸にグッとくるキャラクター的なんだけど、本当に胸にグッとくるような感じの、歌うシーンがあるっていう ね、結構歌うシーンがね、歌うシーンがね、そう、シーンがシーンがって話されてると、いつも本当、え、私だってなる。あ、違うシーンだ、違う、別に間違ってないしみたいな感じにいつもやってる。難しい、でもずっとなんか舞台は2人ともなんか経験が浅いということ で、割と大先輩、多分ディアステージの中だと一番多いのかな、そうですね、多くて次に多いぐらいな感じで、やらせていただいて、全然違うもん、なんか稽古見ててもなんか
すごくて全然すごくない、私にとってはもうなんか神のすごいみたいな演技だから本当になんか褒め合いとか なんか好きじゃないんですけど、うん、本当になんかだから稽古場に話しかけるの戸惑うって、なんかこんな演技できない私がでもマリナさんはなんかめっちゃ稽古場にいても愛されるキャラなんですよ、めちゃめちゃなんかこう周りから寄ってくるみたいな、なんか写真撮ろうよみたいな、おのずとね、おのずとオーラがそうやば、でもちょっとこう我ら私だけかな、あ、わかんないわかんない、こうちょっとこうなんかあみたいな、こんにちはみたいな感じになりがちだよ、最初、なりがち、最初多分壁が結構あって人見知りだからね、二人にそうでも、多分お互いも私もあんまり話しかけに行けなくて、そのもうみんなに対して、人見知りなの、そうめちゃめちゃ人見知りで、めっちゃ意外、ういちゃんとか特に、ね、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないけど、ういに対してはちょっとわかんない、いや人見知りで二人は付き合いもすごい長い、ね、あもう10年くらい、すごい多分そのくらいで、いいなそういう存在し10年みたいな行ってみたい、いやね、じゃあこれからじゃあこれから10年後に10年後にまた味噌汁ぐらいの時かな、分かんないけど最後は最後ぐらいかなそうだね、なんか本当毎回あの稽古して一声発することに違うなと思ってめっちゃ悩んじゃう、どういう練習してる、めちゃめちゃ頑張り屋さんで本当になんか裏でもずっと台本見てて、すごい胸を打たれる、すごいゆうかちゃんの姿にそんな見られてたでも時々私見て台本見たり、あのアプリで野球作ったり休憩時間になんかキャーキャー言っててなんだろうって見に行くと大抵野球のことをあそうよ野球の話よくしてるよ、休憩中にとんでもないやつだ本当に、もう私マリナちゃんのそのお芝居初めて見た時に、うん、でもやっぱ私が勝手に思っていることなんだけど、その表現するのが上手い人って、歌が上手い人はお芝居も上手くて、うん、でお芝居上手い人はそのダンスも技術がなくても見せるのがやっぱ上手、立ち姿が綺麗だったりとか、うん、そのだから全部共通してるから、そのマリナちゃんはめっちゃまずお芝居で声がすごい私大事だと思って、声めちゃめちゃ良くて、多分作ったりとか全然してない、もう素の声がめっちゃいいのと、うん、あともうめすごい もう純粋なのがすごい伝わってくる、お芝居で出るから自分が出るからすっごい伝わってきて、もう本当になんかそれってこう作れるんじゃなくて自分の持ってるものだから本当に魅力的だなと思って、これ本当、これは本当私本当に何か演技をするにあたってまず声がダメだなと思ってたの、声褒められたの初めて、何か地声、うん、本当にいいと思って、うん、高い声出ないから、何かこう頑張って高くしようとすると何かオカマみたいな声になっちゃってあもうダメだってなってたから、すごい今勇気になった何、うん、か高い声にしちゃうとそのお客さんで見てると全員同じ声に聞こえちゃって声の見分けがつかないとか多くて、なんか自分の声が一番 素で出せるのが一番魅力的なんだけど、もう本当に魅力的で、多分お客さんとかすごい、多分本当ツーアウトだぞ、薬ともせず自分がちゃんとなんか演技とか決まった時やった方がいいと思う、これ今決まったの袖にはけていく時にやろうか なんかオープニングとかでやろうオープニングどこまで行っていいかわからないけどそう決められるとこがあって、ちょっと自由なちょっと自由なところが違うよ、面白いね、面白い、演出の分かる人は分かっちゃう、演出の細川さんにこれねこれやられる、時々稽古中出るやつ、それなしでそれにしてなしでって言われる、なんか2人的に見どころはどこですか、私はやっぱアクション、女の子のアクションがもともと好きで、女の子だけでアクションすることってやっぱめったにないと思うので、その
私たちはないけど、あの、うん、もう作品としてやっぱりアクションと、あとアンサンブルの人たちが今回結構、うん、あの早替えとかもすごいいっぱいあって、いろんな役で出てくるから、そこのなんかすごい、なんだろうな、結構アンサンブルさんってこう、うん、もう支えるっていうのがすごい多かったりするけど、今回結構ピックアップされたりとかもしてて、それすっごいかっこいいシーンとかも、うん、めちゃめちゃかっこいいよね、ね、うん、もう言いたいけど言えな い, い, いあのシーンとかあのシーンとかあったりするので、うん、見てほしいね、見てほしいな、うん、アクション組は本当にかっこいい、うん、なんかアンサンブルって私舞台が経験が浅すぎてなのか、勉強不足で分からなくて、アンサンブルって何なのか、うんうんうん、アンサンブルって何なの、正体はえ、すごい正体、すごい人たちってこと、すごい人たち、達人たちってこと、達人たちが、職人たち、そう、達人たちがもうその役とかじゃなくて、あらゆる場面でこう、こう底上げしてくれるっていうか、助けてくれたりとか、なんか何にでもなれる人っていうか、へえ、すげえ、本当に感謝、もう、うん、やばいね、すごいそれは、プロフェッショナル、へえ、確かになんか休みの人の文とか読んだりとか、盾のことを教えてくれたりとか、めっちゃ何でもしてくれる、めちゃめちゃ感謝ですよね。ふいちゃん的な見どころですか？うん、やっぱりそうですね。あのいろんな登場人物がいるので、やっぱりアンプのその女の子たちの可愛いところとかも見どころだし、もちろん戦闘シーンも見どころだしね、戦闘さんてかね、あの敵のね、敵もかっこいいんですよ、みんな、かっこいい、かっこいいね、かっこいいよね、キャラかっこいいし、かっこいいし、セクシーだし、うん、本当すごい、衣装やばい、やばい、衣装やばい、セコンドチームも結構セクシー、そうそう、パツ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 のスカートを履いていやね、いやね、本当にちょっと太ったら履けなくなっちゃうね、減量を、減量は、はい、ね、アンプサポートチーム、もちろん私たちは結構わちゃわちゃするシーンとかあったりとかして、うん、そこはもうなんかっていう感じで、どうですか、あの他のシーンはめっちゃ緊迫感がすごくて、息を飲む、うん、あ、なるほど、こうやって見てるけど、こう私たちのシーンだったらこれでちょっと見てたい、こう見てられる、で緩急が、緩急がついてるから、もうすごい感度、まあ見どころというか、もうっていう感じで見てもらえたら嬉しいなっていう感じ、なるほど、はい、そうね、うん、確かにめっちゃ楽しいな、稽古見ててもめっちゃ笑っちゃう、セコンドチームの、ね、なんか結構他のこうところ戦うとことかやってるときは、あの真剣にこうみんな稽古してるっていうか、うん、いや私たちも真剣なんだけど、真剣真剣もうすっごいも真剣なんだけど、うん、でもなんかこうピリッとしてるときに、うん、私たちが稽古やってると、うん、こう他のこう出てない人たちがなんか、うん、はぁはぁはぁゲラゲラちょっとしたね何を見せてくれなのほら次は何やるのかなみたいなで、おろおろ引き出しがで面白いことやんなきゃ、細川さんにこれやりすぎ、それはちょっとやりすぎめっちゃ面白、はい、面白すぎるからそれはなしで分かりました言われたなんかやりすぎて流血してるそ, それはもう本番ではやらないんですけど、ちょっとなんかもう登場シーンでちょっとやりすぎて、もう全然盾とかなんもないのになんか普通に自分でぶつけて床にぶつけて足流血しためっちゃ心配だったけど、そう面白かった、すいませんダメだけど大丈夫ですよ、全然大丈夫じゃないよ、すごいダラダラって大きい伴奏がないと止まらないレベル、ね、すいませんすいません傷だらけになりながら、え、立てんとか言ってみんな立てんじゃん、一切ないのに結構ボロボロになる、ボロボロなってた言えない言えない、本当に心配だった、本当面白かった、なんか稽古で大変なことばっかりなんですけど、私はなんか2人的には何かあった大変なこと、大変なこと多分これからいっぱいあると思うけど、セコンドチームっていう4人なんですけど全部で、うん、もうそのチームで動かないといけないっていうのが私は一番大変で、なんか結構今まで出てきたもう舞台とか仲良しグループの5、6人いるうちの1人みたいな、なんかそのでまとめてくれるリーダーみたいなのが大体いて、なんかその中の1人みたいなのがめちゃめちゃ多くて、すごい自由に伸び伸びとなんか
何やってもなんか受け入れ受け止めてくれる集団のなんか自由な人みたいなポジションが多かったから、うんうんうん、今回は逆に私リーダーそのチームのリーダーでこうまとめる存在にならないといけないっていうのが結構そっか今苦戦しているところへ、うん、難しいそれは私は逆に台本いただいてこのアンジェラのという役をこう向き合い名前が冒頭の部分アンジェラって聞くだけで笑っちゃうもういや確かにでもよく考えてみんな横文字だからね名前シーンとかさなんか ね, ね ロイとかみんな横文字アンジェラさんとかそうチームはだってアスカさんだよアスカさん最初なんか台本っていうか配役の名前だけいただいた時はそう、ね、どんなキャラクターなんだろうみたいな、うんうん、唯一の外人だもんセコンドの中ではそうだね、うん、でもなんかそんな外人とは思ってなくてまあそれは普通の 役作りをなんか頑張りましたっていうか、うん、苦労っていうか研究しました研究だねはい研究しましたそれはちょっと劇場で確かにそれはもうこうしていいレベルのキャラの良さだもん本当あれはいやもっと見てほしいあれ、ね、本当に見てほしい見ていただけたら嬉しいマジ毎回笑ってる私漏れなくセコンドチームで笑ってる気がするセコンドも真剣なシーンっていうか、うんうん、あるピリッとする時あるんだけどね、その時喋るだけでもちょっとうってくる台本だから何言うか分かってるのに笑っちゃ う, そ う, そ う, そうやばいいやいやまだね、みんながこう稽古に慣れてきて、うん、その私を見て笑わなくなってからが勝負だなって思ってるんで、うん、そっからがちょっと頑張ります新鮮さを失ってからが勝負新鮮さを失ってからがそうだ、ね、それうちらすごいハードル上げてるもんねあなたの場合してそう確かに待ってそんなあのそういう気持ちでめちゃめちゃ面白いんだやだやだやだすごい面白いもん勘弁勘弁笑わないわけがないねあの劇場で弱気急に私が苦労してることは、うん、なんかもうセリフも全然ままならないんやけどなんかそれ以上に自分が喋ってない間どうしたらいいか分かんない、なんか考えたりもしなかったそんな稽古するまで、うんうんうん、舞台を挑戦するまでなんか人が喋ってない間自分どんな動きしてるかとか考えたこともなかったからめっちゃなんかちょっとぎこちなく昨日めっちゃ言われた細川さんに演出の細川さんに動きがぎこちないよって言われてそうだよなってめっちゃ思ったどうやって動けばいいんだろうってすごい思うなんかどういう練習をしているのしているのとか言って真剣悩みそうな役作りとかに関しては自分がアンジェラだとしたら、うん、こうどういう人生を歩んできたのかなみたいな、はあ、なんか普段もうトイレとかそのご飯食べる時とかその自分だったらこういう風にやるけどあのその役だったらどういう風にやるのかなと か,、はあ、なんか考え方とか多分自分とは全然違うからそこら辺をなんか埋める作業っていうか、はあ、私はどういうのやってもやってそれでもにじみ出る動きみたいな、うん、なんか話してない時は話してない時にこの子だったらどう考えるのかなっていう感じ私はなるほどそういう感じで考えてる人によって多分違うと思うそうね難しいなんかこう指示がされないやんか、うんうんうん、そういうメインで動いていない人たちでうんうん、ここでこう座ってここで2歩動いてとか言われないからなんかこう座ってみたらどうだろうって思ってもなんか私めっちゃチキンだから座って細川さんにそれは怖くてでもやってみていいんだよねやってみていいと思うこれやられてなんぼ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 その数だけ成長できるそうやってみようかな今日いやでも私は本当ね奥が深いっていうか難しい、うんね、大変難しい、ねうん、なんか尊敬する役者さんとかいるの？あいっぱいいる身近いっぱいいるか、うん、なんか共演してて、うんうん、こうあこの人すごいなって思う人とかあすごいいるなんかそういうのは聞いたりとかもするし、うんうん、なんかそうすると結構もうほんといろいろ独自の考えとかがあって、うんうん、台本の読み方あワンシーンでここが山場だからとか、うんうん、
ここのテンポを速くしてとかそういう頭で考えてる人もすごいいるし、すげえ。なんかもう何回もやってみていろんな言い方っていうかこう試してみてそういうしっくりくるやつとかでやってる人とかなんかもういろんな考え方があるから稽古場ですごい尊敬できるなって思った人にいろいろ聞くのが一番なるほど、なんか成長につながるっていうか、うん、へえ、吸収できる変化になりますなんか私尊敬する、尊敬する、めっちゃいっぱいいるんですけど、どうしよう、普通に有名な方とか芸能そのよくテレビ出てらっしゃる方とかだったら、草薙剛さんと藤原竜也さんと、大竹しのぶさんと、満島ひかりさんと、めっちゃ出ていっぱいいっぱいいるんだよね。すごい。ミュージカルがすごい結構好きで、井上芳雄さんのミュージカル、主演のミュージカルとかよく、帝国劇場とか見に行ったりとか、あの同じ事務所というかリアステージでいうと遠藤瑠香さんがすごく尊敬しております。確かにあの私スマップがすごいもうちっちゃい時から物心ついた時から好きで、でつよぽんって勝手に呼んでるんですけどつよぽんの演技がすごいことはなんか私もう分かる、すごい化ける化け率が高い、なんかライブでもなんか MC の時は結構天然ボケでみんな何言ってんだろうみたいな感じなのになんか曲が始まるとめっちゃ化けるカチってねスイッチが入る感じが、すごいあれすごいよね、すごいよね、すごいな。私どうしよう、本当心配だ、今日めっちゃ心配これからこれから稽古でねそうめっちゃ聞きに行くかもここはめっちゃ聞きに行くわ、うん、歌もねすごく楽しみね、どうしよう、いやでも上質な時間を、上質な上質な時間いや本能すごい好きでアシーナリング好きってこう打ってた、ちょっと小さくマジ打ってたオリジナルのコールを心の中で出たやばい、もう本当そういうとこがすごい推してる私は、うん、ウイちゃんのいやいやいや、なんかあのいろいろ去年の、うん、なんだっけ川崎のラゾーナ川崎でなんか共演というか同じイベントに出た時も、うん、あの DJ 爽やかな二人組、うん、小学生のちょっと頭が面白すぎて、ありがとうありがとうございます、やばかった本当最高。あとなんか服が、うん、私ファッションセンスがなくてなんかツイッターにポロって書いたんですけど、なんかプロデュースしてほしい、ね、でもプロデュースしてほしいってつぶやいていただいて、でもいろんなこのファンの人から、いやウイちゃんはやめた方がいい、ウイちゃんめちゃめちゃ来てる、ね、いいなんでやねんウイちゃんでいいのってめっちゃ来てウイちゃんええやろがそこは独特のセンスだよね、うん、なんかちょっと、ね、ここに、ね、ここは怪我したの、あそうちょっとねガンとぶつけたてで縦のシーンでないんですけど、ないけどこれすらもファッションに見えるもん、わ、うん、かるわかる違うって言ってた言っちゃったよ二点三点でも宮子ちゃんのツイートとかも私よくしてて、なんか押してるとか、おしゃれ押してるんだよねみたいな、あ違った、うん、そしたらなんか宮子ちゃんファンからすごいなんかパボがありがてえありがとうございます、ありがとうございます本当に、遅いおさせていただいて、私もともとすごい好きだった、本当なんか私ショーケース、あショーケースかなんか初めて、うん、しかも楽屋が一緒でその時私、そうだった、あのアニメの歌をやってる時の方で一緒で、うん、なんかこうすごい恐る恐る話しかけた記憶がある、なんか本当に確かに覚えてる、そうマリナちゃんが歌ってるアニメがもともとすごい好き でその歌もすごい好きで、なんかはぁって思って本当気持ちはすごい気持ち悪かったと思う、いやいやいや あのみたいな、私が報告に来たもん、なんか嘘写真撮れたみたいな、買ったね本当に、ね、知らなかった、今こうして共演できてるのが本当に当時から考えた夢、うん、嬉しい、なんか私もなんでだろう、なんかその時から多分ディアステナウのツイート、なんかディアステージにあの移籍する前から見てて、なぜか、うん、なんでだろう忘れちゃった、でも見てて、うん、で宮子ちゃんの写真とかめっちゃ
なんかファボってた気がする、なんか今思えば。すごい。そうだから知ってた美和子ちゃんの存在を。おお。すごい。すごい、ね。推し同士。推し同士嬉しい。めっちゃ緊張緊張。今でも緊張するのをでも共演するし同じ事務所だしなんかこう仲良くなりたいっていう思いからマリナさんからマリナちゃんって密かに呼び始めてそう確かに嬉しいスライディングでスライディング、うん、ちょっと詳しく詳しく詳しくスライディングスライディングまあまあ大丈夫大丈夫なんかでもそんな感じ突っ込んでほしい私もめっちゃめっちゃバカだからなんかトークとか結構さまようっちゃうからミシバシ来てほしい嘘そうなんか確かにあのボケとツッコミかみたいないやそういう意味じゃないそういう意味じゃないそういう意味どういう意味あのボケかツッコミかってこう人を二分に分けた時にこのボケの方かなでも私もまたボケの方なんだよあそうだね、うん、あそうだねおお全員ボケかな収集つかないツッコミが不在でちょっとねこう声欲しいよねこのツッコミが誰がいいかな的確なツッコミこのあのコメントでコメントであコメント欲しい多分いっぱい見てますよ見てますよ23時見てみたいいっぱい流れてると思うこっち見ちゃうとことかねみんな、うん、見ちゃうねついついカメラこっちなのにねそうすごいうつむいてる姿が、ね、私多いそうだねボケ3人組だねもう、うん、楽しかったまたシリーズ化しようコナミ感ぜひロケとか行きたいなんか洋服選びロケとかしたえアイラビューロケすいませんそれちょっとつまんなかった分かったダメだ反省する反省する収録だけどカットしないからノーカットでノーカットでお送りするから行きたいねなんだっけなんて言ったんだっけ洋服とか選びほしい洋服選びロケそう洋服選びロケした全然多分違うの選ぶそうタイプが違うの全然違うのでも好きなブランド一緒なのマリナちゃんとあそうだねそうなんだよく着てるやつが一緒いいねいいことよそうそうそう選びたいなんかマリナちゃんのやつ全員服装のタイプ違うもんねなんかこう見てても確かにすごい違う違う違う人たち異色の人たちの3人でも定まってるけど私全然定まってなくてだからなんかプロデュースしてほしいなんか極彩色の極彩色のやつちょっとアーティストあの B 系な感じのあれつけたいヘッドホンつけてなんかヘッドホンヘッドホンファッションに似合いそうなやつコーデしてほしいやりたいねやりたいねお題とかやってねあ楽しそうロケで偉い人にお願いします自腹で自腹かわいいな頑張ろう頑張ろう頑張って働くリアステにめっちゃ入ったりしようかな私お待ちしてそうだなそう店舗イベントとかもお邪魔するからうんそうだ、ね、楽しみだわいいなその出勤したかったしたかった、ね、あそっかいないのかいない出勤したかじゃあディアステナウでつぶやくからあファボ拡散しといて任せよしじゃあサイレントメビウス23放送だから、うん、来週にはもう始まっている6日後か6日後に始まっているそうですね、稽古あと3日とかだねやばいねうまくなるのかな伸びしろとなるかないや伸びしろ無限大だから無限大、うん、あるかなうまくなったらこれしようこれが見れるのか見れないの見れないのかいっぱいいっぱいすぎて多分全部終わった後泣いちゃうと思う終わったっつって分かるできたっていや差し入れたことあるだって9公演1、2、3、9公演9公演もあるって知らなくて舞台ってそういうもんだって、うん、めっちゃすごいよねなんか長い、ね、結構ね公演数あるでも意外にあっという間っていうか数日間で終わってしまうから、うん、終わっちゃったんだってなるのかな気づいたらあっという間に千秋楽そう、あれ今日で終わりみたいな気持ちがあれやばいチケット買ってなかった
今すぐ、あ今すぐ、今すぐこちらへ、どちら、どちら出る、出るの、この辺に、あ、こっち、これ、え、やってみたかった、これ舞台シアターとメビウス3月29日から4月2日までこちらシアターサンモールです。こちらまでディアステージのね、うん、3人も出てるので、そうですね、ね、見逃せないですね。きゃー、はい、感慨深いってなるのかな、うん、終わった後体験したことがない世界、まだね、ドキドキですね、ドキドキです、ドキドキ、あ、待って待って、どうした、突然どうした、大丈夫、憑依した、何か降りてきた、何かが降りてきたびっくりした、きっといろいろなことが分かることでしょう、うん、見に来てもらったら、はい、ね、楽しみ、また来てほしい、また来たいです、ね、ぜひぜひ、いっぱいこのなんだっけニコ生、なんかさっきからテレビとかニコ生とか当たり前の言葉が出てこない、やばい、本当なんか始まってる、私もニコ生にもまた遊びに来てほしい、うん、ぜひぜひ、ありがとうございました、偉い人にいっぱいアプローチします、私も、ね、めっちゃめっちゃアプローチ、月1回ぐらいつけてもらおうかなと、うん、ぜひね、思います、なんか今度一緒に歌ったりとかしたい、したい、あ、したい、いやそれもう贅沢すぎて胸が、いやもう胸が上質すぎて、なんかういちゃん会とか、みんなういちゃんっぽい格好で、ああ、いい、私がこうコーディネートして、コーディネートなんか降りてくる時々、うん、はい、よし、じゃあ今回はなんかまだ話足りないけど、うん、ぜひ舞台サイレントビビウス楽しみにしててください。今日はういちゃん、みやこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ういちゃん、みやこちゃんファンのみんなもありがとう。マリナーズコメント全部見てるから、マリナーズありがとう、ありがとうございます。じゃあ WBC もこれから盛り上がっていくし舞台も始まるし、2日後には私のワンマンもあるので、みんな楽しみにしててください。ではありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。